皆さん、こんにちは。ワンダルグルビージです。では、今回は、アーツ・オブ・アイアン・フォー・カイザー・ライヒ、日本軍プレイ、続きをやっていきたいと思います。カイザー・ライヒは、第一次大戦でドイツ軍が勝利したという、仮想のシナリオになっています。よって、ドイツがね、かなり強大化、超大国となっているのが、このシナリオの特徴になっています。で、我々日本軍なんですけども、ようやく中国大陸での、いざこざに介入することができそうで、今、新政府に対して宣戦を布告。北京の近く天津に部隊を上陸させたところになります。軍の再編もこれに合わせて行っています。歩兵を中心とした第1軍から第5軍まで。これは本当にね、主力となってもらうところなんですけども、それ以外にですね、機動力を生かした、騎兵隊、さらに、まだ数は少ないんですけども、戦車で固めた、戦車部隊ですね。これらに関しては、激戦のところに集中的に投入していくというのを考えています。で、海兵、これも数は少ないんですけども、海兵に関しては一旦後方待機、必要に応じて戦力を投入というところで考えています。では早速続きを始めていきましょう。まずは上陸させた部隊。これを北京まで進行させて、北京を取りましょう。で、北京一帯から南下していくという作戦を取ります。少し時間の進みを遅くして、じっくりしっかり指揮を取っていきたいと思います。一度に大軍を送り込んでもですね、今、この北京の近くの港一つしか持っていない状況なので、補給線が崩壊してしまうというのもあるので、ある程度、占領地が増えたら、部隊をその後投入していきたいと思います。一つ大きな動きがありました。ロシアが戦争状態に入ってますね。4つの国に同時に宣戦を布告しています。これでまた大きな動きになりそうですね。それともう一つ、これも重要で、雲南軍閥が中華統一戦線、これつまり敵方になると思うんですけども、そちらに参戦したというニュース入っています。で、その他参戦国増えてまして、中華統一戦線、つまり今我々が戦争している相手なんですけども、ご覧のように画面の右側ですね、だいぶ数が増えてます。モンゴル以外のほぼ全ての、独立政府みたいなものが敵に回ったと見て良さそうですね。なので、これからしばらくの目標としては、この中国大陸を統一的に占領する。しかも列強が介入する前にっていうね、これを一つのテーマに掲げてプレイしていきたいと思います。では、主力となる歩兵の軍を大陸に送っていきます。守りがだいぶ手薄にはなってしまうんですけども、状況としてですね、総力戦に持ち込まないと、この中国大陸、戦いうまくいかないかなというふうに思っています。統一戦線の形成、これはまさに中国側の話です。さあ、だいぶ苦戦している状態ですね。というのもですね、中国軍、あえて中国軍という呼称をすると、その中国軍がですね、我々に包囲殲滅戦を仕掛けてきているという状況ですね。これ何とか突破していかないといけないかなというふうに思っています。さあ、北京の方の攻防戦に入ってきてます。この北京を陥落させることができれば、あらゆる目で有利に立てますよね。一つ一つ脱落させていくっていう目標を持ってやっていきます。はい、北京陥落させることできました。これかなり大きいですよね。北京を取ったので、この後は縦横無尽に、中国統一戦線軍を撃破しながら、各国の首都を落として脱落させていきたいと思います。はい、ちょっと北京付近の戦い苦戦していて、なかなか領土が広げられず、軍の数だけ増やして補給線が、かなりきつくなっているという状況の中、チンタオ、つまりここら辺ですね、にある程度の部隊を上陸させることにしました。ここから北京の軍に対して支援を行うという作戦ですね。
これがうまくいくかどうかというのをね、ちょっと見ていきたいと思います。うまくチンタオ付近を制圧できれば、大きな打撃を与えることができるかなというところでうまくいきましたね。ここから、部隊、急ぎ南下させていきましょう。まずは、合流するところからですかね。海兵隊はチンタオ付近に一度駐屯させます。ここが奪還されるようなことになると、ここも補給線がきつくなりますからね。さあ、チンタオに部隊上陸させたことで、だいぶ戦況良くなってきましたね。特に南下する作戦がうまくいきそうです。チンタオの戦線と北京の戦線つながりましたね。これは我々にとってはプラスに働くと思います。はい。方天から武器の供出要求来てますね。今のところ戦争状態に入っているものの、まだ歩兵の装備に余裕がありますので、最新装備を送っておきます。まあ、今のところというところなので、この先ね、装備品が不足してくる可能性もあるとは思うので、大事に大事にはね、使っていきたいかなと思います。北京の近くの飛行場、ここに飛行機配備していきます。まずは何といっても戦闘機ですね。500機配備できますが、ここはまずはバランスよくというのでやっていきましょう。北京に航空隊大増強したおかげもあって、北京、近郊の制空権はご覧のように完全に奪取しましたね。これは大きいと思います。さらにここで自動小銃もアップグレードができます。これも大きいなぁ。歩兵がね、今頑張ってもらってるんで、これ最新装備にアップグレードしていきましょう。さらに、研究なんですけども戦争状態に入ってますので、ドクトリンも少しずつ研究開始していきます。今回は戦場飛行、変態飛行やっていきます。戦場支援系ですね。さらに災難、ここにも航空隊配備できるので航空隊配備します。まあ、着々と戦力を増強できているというところでは大きいですよね。ここも、まあ、100機体制ぐらいで、用意準備させていきます。航空機100機って相当な数ですからね。さて、航空隊を置いたことによってだいぶ戦況好転してきた感じがします。このままこの状況を見守りつつ、戦力の増強を図っていきましょう。はい、イベントですね。航空機開発の方向性、我々の偉大な技術者たちは新世代の空母艦載機の計画を準備しているということで、戦闘機を重視するのか、急降下爆撃機を重視するのか、それとも雷撃機を重視するのか、まあ、これいわゆる艦上戦闘機なのか、艦爆なのか、艦攻なのかというところだと思うんですけども、やっぱりね、ここは艦上戦闘機で行きましょう。さあ、すでにですね、日中戦争の状況、中国との戦い、激化している中ではあるんですけども、まず中国での影響力高めるためにですね、モンゴルの独立支援、これを行っていきます。まあ、現状モンゴルは新政府と戦闘中で苦戦しているというところですからね。できるだけこれ支援を行っていきます。そして主力軍はこの後、まあ、南京、上海近辺まで進出を図っていきたいと思っています。南京まで取れれば、だいぶ中国での戦争を維持するための基盤、これが整ってくるかなと思いますね。一方、アメリカの方ですが、まだ内戦続いているようですね。ニューヨーク陥落ということで、ちょっと状況を見ておきましょう。今回我々が支援しているのが、アメリカ連合国。ここを支援してます。三つどもえの戦いが起きていて、アメリカ連合国、労働組合連盟、そして西岸国と、三つあるんですけども、これにカナダが介入してきているという中、アメリカ連合国、うまく戦ってくれてるかなという印象はありますね。では、今回は、まあ、主に戦争ばっかりになってしまいましたが、一旦終わりにさせていただいて、次回引き続きですね、
激化しつつある、この日中戦争、中国との戦い、しっかりプレーの方をしていきたいというふうに思っています。